この安定した。いいですね、いいですね。お、いけそう。いける。卵巻いて。お、線いけた。お疲れ様です。はい、今ですね、ナイス株式会社さんに来ております。で、今回の目的はですね、イカロスというですね、体幹トレーニング機器をちょっとぜひ経験したくですね、今回来ております。で、今回ですね、スタッフさんが、ご案内していただけるので、一緒にやっていきたいと思います。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ硬い感じになってますので、クランクでいきたいと思うんですけど、ちょっと具体的に簡単なこの機械、何ができるのかっていうのをちょっとご説明していただいてもいいですか。はい、機械がメインで2つ、大きく取り扱っているものがございまして、こちらはイカロスクラウドと言います。イカロスクラウド、クラウドです。はい、背丈が僕ぐらいですね。中に空気が入ってます。こちらの上に乗ってもらって、ちょっと不安定になってますので、その上でバランスのトレーニングだったりとか、あとはアプリを使ってゲームをプレイしながらトレーニングすることができると思います。これも後でちょっとやっていきます。もう一つあるんですね。おー、かっこいいやつですね。ありがとうございます。多分見たことない見た目だと思うんですけど、こちらがイカロスホームと言いまして、イカロスホーム、はい、この上にちょっと感じしますね。こんな感じで体幹トレーニングのプランクに近い姿勢でこんな感じで乗ってもらって、こちらは先ほどと同じアプリを使ってゲームをし、VR ゴーグルを使ったトレーニングもできるようになっております。 VR ゴーグルをつけてトレーニングしていくと、ね、かっこいいですねこれ、はい、ということで、ちょっと今日はこのイカロスさんですね、の器具使ってちょっと体験していきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この後ろの青い丸がオレンジに光っていると思ったんですけど、バチッですね。今度は白いバーが表示されるので、こちらが枠内に頑張って収まるようにしましょう。結構思ってるより入れますよね。やっぱりちょっと自転車と一緒にちょっと乗るのにコツがいい。フォームはいい感じです。あ、こっち側にあるんですね。お尻がちょっとだけお尻の方に重心を移していって、あ、そうですそうですそうです、うまいですね。このスキーのゲームに関しては空気入ってる方がやりやすいかなと思います、はい、そこをちょっと立つのが最初難しい方は、そこはちょっと難しいかな、難点になってしまうんですけど、これは左右に揺らしてもらいます。では行きましょう。スタート。おっと、スパイクですね。おっと、早く、いい感じです、いい感じです。きついと思います。ちょっと今画面高いんで首しんどかったら下ろして。OK です。2匹目。すごい。おー、6匹。OK です。疲れ様です。ああ。疲れ様です。疲れた。いや、すごいです。これはやばい。すごいです。すごいです。ずっと、安定して、久々に最後まで動き続けれた人もいました。なるほど。皆さん、途中でやっぱり、もう動けなくなっちゃうんで。いや、すごいですね。6匹、すごいですね。すごいですね。初めて6匹で、しかも、倒れてないのがすごいです。倒れない。足を入れて、膝を振って、はい。手頭握っていただいて、お尻ゆっくり前に出しましょうか。あ、そんな感じです。ただいい感じですね。全然ガチガチガチ。今ちょっと水平です。これぐらいですか、水平ですか。いい感じです。ちょっとじゃあ下まで行ってみましょうか。お尻をそうですね。で、前までお尻を、お、いい感じです、いい感じです。そこまで行く。あ、最後からちょっと行ってみましょうか。あ、うまいですね。いい感じです。パイロットして、お尻を前に出して、あ、そうですね、いい感じです、いい感じです。これ、これ倒れた感覚が、はい、では奥のリングをくぐっていきましょう。セリフがいいね。あ、いい感じです、いい感じです。ちょっと下に傾けて、お、うまいですね、いい感じです。ちょっと左向いて、左に傾けて、なんかこれ、すごいな。あ、でもうまいですね。で、ちょっと右に傾けると、あ、そうです、そんな感じです、そんな感じです、わちです、わちです。あー、惜しい。
じゃあ奥のリングで出しましょうか。左に向けて結局ね、画面の中心に捉えるのが大事ですね。そう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 、おおすごい、線いけそう。あー惜しい。ちょっとじゃあ左肩向けて、こっちか。そうですね、あでも全部気持ち悪い。大丈夫ですか、気分悪くない、気分悪くないね。大丈夫ですか、線オッケー、線いけそう。おーいけたいけた、ラスト。じゃあゴールね、一番線のところ通りましょう、気持ちよく。じゃあ右肩を出て、はい、この安定した、お、いいですね、いいですね。お、いけそう、いける、おー巻いて、おー線いけた。お疲れ様です。はい、今体験を終えました。かなりきついですね。そうですね、体験してみましたけど、僕も大会にはちょっと自信ある方なんですけど、結構ぐらつきがあったんで、これはいろんな人にも初心者の方からできるからとてもいいなと思いました。はい、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こういったトレーニング機器ですね、ご興味ある人は、ダイス株式会社さんのホームページに、ね、はい、リンク貼っておきますので、興味ある人は見てみてください。ということで本日は終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。